悔しさからね、まだ来なかった10日しか経ってないんで、ちょっと練習する期間が短すぎるというか、年末年始でど忙しかったんで、なかなか練習する間がなかったんですけど、まあどうかな。前ほどね、動揺はしてない。やってきたものやけどね、なんとか自信のほどは、うん、5分ならいけるかなっていう。鈴木はね、ちょうど年末前にクリスマスに、まあ、死ぬほど騒いだので、いけると思います、うん、はい。包丁は今日と昨日と研ぎすぎて指を怪我してしまった、うん、昨日の晩ご飯、昨日の晩ご飯は、昨日の晩ご飯は何だったっけ、もう忘れてますわ。何だったっけ、何だったっけ、シチューでした。一番好きな魚、僕ウマヅラが好きやけどね、ウマヅラのあの肝醤油で食べるのが好きと、あと島味が大好きです。あと、まあ、ブリも好きかな、はい。あ、そうですね、もう皆さんにね、感謝は感謝というか恩をいただいてるんで、感謝の気持ちを込めて合格したいと思います、はい、やるぞ。いただきます、はい。本日も一場町の追試にお集まりいただき誠にありがとうございます。前回の試験では見事に満場一致の不合格を叩き出し一世を風靡した一場町が本日また帰ってきました。今日こそやってくれ一場町、お前ならやれる。みんなの期待を背負い今再度この会場に舞い降ります。それでは登場していただきましょう。市場の世界に飛び込み早20年以上、43歳、2人の子供たちがあなたの成功を待っているぞ。今やらなきゃいつやるんだ。頭はすでに丸めた、次は何を丸めるんだ。ナルト魚市市場長山下山ピーやめてダサいな、相変わらず相変わらずダサい。おはようございます。というわけで、はい、とうとうやってきましたこの日が、はい、今日ちょっと実は社長が来れなくて、はい、ちょっと忙しいんでね、はい、動画でね、社長は動画で知ることになります。はい、ということでルールの説明を、今日は前回と違って鈴木ですね、はい、はい、前回はタイでしたが、はい、今日は鈴木でやってもらいます、はい、また5分以内と、はい、なおかつ綺麗さをまず頭を落として、はい、で鈴木はまあ大体釜ですね、釜がを食べるんだね、なんか釜だけにしてもらって、はい、でまた3枚おろして、で皮引きも、皮引きのアラはいらない。そうです、はい、釜だけ、もう釜だけです、はい、アラは叩く必要はありません、はい、鈴木は。いや頼むよ、今日こそ頼みますよ。今日こそ頼みました、はい、はい、じゃあじゃあお願いします。やってもらいましょうか。あ、5分タイムケースクしてね、うん、ビビビビってなるけどな、これビビビビってなるな、はい、今日はやってくれますかね、はい、やってくれると、はい、年を越してまでこんなことになる、はい、すいません、もう年越してます。あ、あけましておめでとうございます。おめでとうございます。あけましておめでとうございます。はい、どうも、ほな、はい、行こうか。はい、用意スタート。さあ始まりました。こっち前ウロコが飛んでくる、元気ある。おお、なんかグビってるぞ。あー、やばい、俺グビってるもんにウロコが入ってしまうぞ。こっそり飲んでる、こっそり飲んでんな。あ、ちょっと緊張しとんじゃん、緊張しとんじゃん。まだ全然できてみたい。こっち見るな、こっち見るな、山下。ちょっとこっち見るけんな。こっちミント集中してやれよと、うん、まだ2分40秒残ってるぞ。皮引きに1分を残したいところだが、いけるよいけるよ、焦ったかんよ、焦ったかんよ。なんかちょっとおかしな感じになってる気がするけど、なんかちょっとおかしなような感じになってる、はい、残り1分、はい、残り1分、最後、残り最後だ。53、52、あかん、これさあ、ほんな言うて、ほんな言うて焦ってまうよ。コーヒーでも飲むって。おいしい、いけるよ、いけるよ、残り30秒、いける、残り30秒、いけるいけるいける。
はい、終了。オーバー13秒、審査の時間になりました。おー、でも皮引きの修正はされてますね。ありゃー、これ残っちゃってるね。これ審査の方行きますか。はい、じゃあ、はい、ね、審査の方行かせていただきましょうか。3、2、1、はい、でお手元の札で審査お願いします。3、2、1、どうぞ。ペンティブのが、そうですね。はい、もう次の試験日は未定です。まあ、俺がちょっと、まあ、そろそろいけるんちゃうかっていうことでしょうか。そうですね、まあ、しばらくは山下日記でええんちゃう。そうですね、最後に、まあ、締めの一言を。じゃあ落ちてしまいましたけども、この前のね、4期見ていただいてね、ご声援をいただいてると、次の機会あれば合格、すると、まあ、ここまで修行を積んでね、声援をいただいてる皆様の期待に応えれるように、やってまいりますので、よろしくお願いします。はい、明日も頑張る。社長すいません。すみません、社長は機会をくれた。そうですね、社長からのチャンスでしたから。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。